フェンネル大陸シリーズは、高里シーナによるファンタジー小説のシリーズ。高段車ノベルスより刊行され、一部、高段車文庫からも刊行されている。イラストは、高段車ノベルス版は右、高段車文庫版は、紙メが担当。フェンネル大陸儀王殿、全7巻と、フェンネル大陸新友殿、全5巻、及び外伝1巻からなる小説シリーズである。 フェンネル大陸行伝として2004年に第1巻、古老と月が刊行され、2007年刊行の終焉の歌にて一旦完結。2008年にフェンネル大陸新友伝の第1巻、草原の勇者が刊行され、2010年刊行、星々の夜明けにてシリーズが完結した。同年、外伝となる短編集、天球儀白話が刊行された。 フェンネル大陸儀王連は2010年から2012年にかけて文庫版が刊行されている。13歳の少女、フェンウェルクはストライフ国の王女にして悪鬼たちの手段をまとめ上げる将軍。国民の幸せを願い、愛する兄を支えるため、ストライフを敵国の侵略から守るために彼女は自らを鼓舞するのであった。しかしそんな折、フェンは 無実の罪を着せられ国外追放となり、奴隷として異国で生きていかねばならない身に。追放先となった国で、フェンは絶望に打ちひしがれながらも国王に関わる騒動に巻き込まれていく。ありがとうございます。